こんにちは、斉藤林業の藤田純です。今回ご紹介するお家は、共働きのご夫婦がだらだら綺麗に暮らしたい、そんなお家が実現したので、そのお家のご紹介をしていきたいと思います。まずはじめにですね、だらだら暮らしたいっていうところで、奥様が本当にお家でくつろぎながら暮らしたいっていうのが一つ。で、もう一つが、できるだけ収納スペースっていうのを見せないようにする工夫っていうのを、よりこだわって設計の段階で気にしていただいた、そんなポイントがたくさん詰まったお家になっていますので、そちらのご紹介をしていきたいと思います。まずはじめにですね、外観のご紹介からしていきたいと思います。一番東側からぜひ見ていただきたいんですけど、かなりスッキリした外観になっているんですけど、はめ板があることでアクセントのついたおしゃれな雰囲気なお家に仕上がっております。めちゃくちゃかっこいいですよね。南側から見ていただきますと、また印象が変わった雰囲気になるんです。本当にこんなかっこいいお家羨ましいですよね。こちらの縁側ではですね、お客様が実際にここで座ってお茶を飲んだりとかバーベキューもしたり、あと将来的にお庭も作るっていうお話なので、お庭のお花とかそういったものを見ていたり、そういう幸せな空間を想像させてくれますよね。で、そちらのウッドデッキはですね、またご紹介させていただくんですけど、外の物干しスペースになっております。それでは中の方に入っていきましょう。玄関のデザインもすごくかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいと思います。お邪魔します。まずはじめに照明と姿見、こういったものをつけたいっていうので取り寄せていただいて、それでつけさせていただいたものになってます。めちゃくちゃ雰囲気が出ますよね。続いてぜひこちらの空間見ていただきたいんですけど、こちらの玄関ホールからそのまま直接つながって土間収納になってるんですけど、一番最初そこに見えるポールがついてますよね。冬場とかですね、特に花粉とかがすごく気になる季節とかは、そのまま上着をここにかけて、お部屋の中に花粉を持ち込まない、あとは他にも収納が充実しているので、いろんなものを置くのにすごくいい収納スペースになっているかなと思っています。じゃあお邪魔します。ちょっともうぜひ見てください。圧巻ですね。本当に広々しているこの空間。なんでこんな広々しているかっていうポイントを3つご紹介します。まず1つが、外観でも見ていただいたかと思うんですけど、大きい掃き出し窓ですね。外の空間もしっかり見えるので、より広々して見える。もう2つ目のポイント、この空間を見てみてください。もう遮るものがない、3つの空間が1つになっているっていうところが、よりこの空間自体の印象っていうのを広くしているように見えます。最後3つ目ですね、上ぜひ見てみてください。吹き抜け、射天井ですね。やっぱり一つ一つがですね、この空間を広々とした空間にしてくれてます。上の吹き抜けのところの窓ですね。ここは奥様がすごい楽しみにしていて、やっぱ今も雲が見えてたりとか、もちろん雨の日もあれば晴れの日もある。そういった空間を切り取るピクチャーウィンドウとして楽しみにしているっていうお言葉もいただきました。こちらのダイニングテーブルも一枚板でお施主様が作っていただいたダイニングテーブルになってます。今ダイニングテーブルなんですけど、将来的に座卓にもなるダイニングテーブルになってるんですね。このダイニングテーブルとこの椅子ですね、同じ一枚板で作られてる椅子になってるんで、めちゃくちゃかっこいいです。続いてリビングのちょっとご紹介なんですけど、リビングにもたくさん紹介したいところがあるんですね。まず一つ目が、ここが将来的にテレビ台を置いて、ここにソファーを置いて、ここでくつろいでいただく空間になってるんですけど、こだわりポイントがあるんですよ。ぜひ見ていただきたいのが、ここの床の開口部分、何だと思いますか？開けてみますよ。床下のコンセントになってるんですよ。ここでくつろぎながら焼肉パーティーとか、いろんなことをしたいっていう用途で、こちらに床下のコンセントつけていただきました。一番目立っているこの大黒柱なんですけど、これはもうめちゃくちゃかっこいい、ほんのり絞ってある絞りマルタものになっています。こちらもやっぱ存在感ありますよね。続いてこちらのカウンターになるんですけど、このカウンターは本当にたくさんの収納ができるカウンターになっていて、もう一番のこだわりはもうここのカウンターになってます。将来的にここに椅子を置いて、ここでお子さんが勉強するのでもいいですし、ワークスペースとしていろいろ使っていただく。あと奥様はここに生け花とか飾ったりっていうお話もしていましたので、いろいろ楽しみな空間になっています。じゃあ続いてはこちらのご紹介です。
ここの階段ですね。ここがストリップ階段になっていて、アイアンの手すり、めちゃくちゃかっこいいです。これもまた上がる時にぜひ見ていただきたいんですけど、他にもちょっとこだわりのポイントがあるんですね。階段だけじゃなくてですね、この照明もあえて今回はスポットライトで部分部分を照らすような照明にしてあげてるんですね。もう夜ぜひ見ていただきたいです。で、やっぱスポットライトなので当てるとこによって雰囲気が全然変えられるので、とても便利な照明になってるかなと思います。続いてキッチンのご紹介です。キッチンはですね、奥様が一番こだわって考えたスペースになってます。何を考えたかって言いますと、こちらの収納スペースなんですね。こちらがここにコンセントがあるんですけど、ここに電子レンジとか炊飯器とかを置いて、将来的にここで全て完結できるような形にしようとしています。で、やっぱりどうしてもこういう収納スペースってごちゃごちゃしがちになってしまうんですけど、お友達が来た時とか閉めれば一気に綺麗になっちゃう。できるだけ簡単に綺麗に見せたいっていう工夫をこのお家はたくさん詰め込まれてるんですね。で、あと他にもここの食洗機のご紹介もさせていただきたいんですけど、この食洗機もお施主様のこだわりでボッシュを今回入れさせていただいております。ちょっと開けてみますね。めちゃくちゃ広いんですよ。これだけあれば全部入れて洗って乾かして、ここだけでもお皿置くスペースみたいな感じで使える、こだわりをすごく感じられますよね。続いてこちらのパントリーのスペースになります。すいません、こだわりがたくさんありすぎてこだわりがいっぱいあるって言っちゃうんですけど、ここもあります。できるだけ本当キッチンスペースをすっきりさせたいということで、ここに冷蔵庫を置く予定になっています。なおかつ収納スペースがここにありつつ、今カーテンはついてないんですけど、ここにロールカーテンをつけてすぐに隠せるような、そんなこだわりがございます。ここのキッチンがなんと、もうわかるかと思うんですけど、回遊できるキッチンになってるんですね。めちゃくちゃ便利です。他にもこだわりがございまして、先ほどご説明したボッシュなんですけど、その面材が他の面材と同じなんですね。今回もそこもこだわりで宝さんにお願いをしまして、ボッシュの面材全部揃えていただきました。統一感があってもうめちゃくちゃかっこいいです。続いてじゃあこちらのご紹介です。で、先ほどちょっと見えたかと思うんですけど、こちら洗面になってます。こちらの鏡、あとタオル掛け、奥様が実際にご支給品を持ってきていただいてずっと悩まれてたところ、あえてこちらの洗面の壁ちょっと色を変えてあげることでアクセントにしてあげてる、そんなところもこだわりのスペースになっています。続いてこちらのスペースのご紹介になります。こちらのスペースがですね、見てわかる通りトイレのスペースになっています。ここのカウンターもかっこいいんですよ。ここのカウンターが開けるとこっちに可動棚、高さを変えられる棚があるんですね。で、こっち閉めてあげるとその棚が隠れつつ、こっちの収納スペースが出るような仕組みになっています。こういった一つ一つの工夫、こだわりっていうのがものすごく感じられますね。こちらのペーパーホルダーもお施主様のご支給になっています。今回こういうカウンターと合わせるために、あえてこういう薄い何も塗っていないようなペーパーホルダーをご用意していただいて、このスイッチ、これもですね、またこだわりがあってスタイリッシュなものに今回変えていただいてるんですね。本当にこだわりが強くて、もうすごく住みたい、そう思っちゃう、本当にそんなお家になっています。続いてこちらのスペースです。今ご紹介してきた中でまだ出てないところというと、だいたいわかるかなと思うんですけど、開けてみましょう。はい、こちらのお部屋がですね、洗面脱衣室兼物干しスペースになっています。もう一番目に入るのこのカウンターですよね。こだわりがここにもたくさんありまして、まずはこのタイルですね。このタイルもあえて薄いグレーで落ち着いた雰囲気のタイルをつけたいということで、こちらのタイルいろいろある中からずっと悩んでいただいて選んでいただいたタイルになっています。他にもこちらのキャビネットボックス、 IKEA さんでご購入されたんですけど、これもどういうものをつけたらいいかっていうのをすごくご夫婦で悩まれて、4面だとなんかすごく贅沢な使い方になってますよね。続いてこのカウンターの上にあるもの気になりますよね。なんだかわかりますか？こちらがですね、照明受けになってるんです。で、この照明受けがですね、ここにはまるような形になってるんですけど、こちらは斉藤林業のこだわりっていうことでいろいろあるんですけど、まずはこの見せ方、加工方法であったりとか、まあそういった技術、斉藤林業でしか作れません。これをですね、こういうふうに取り付けるような
形になっています。続いてこちらのお部屋のご紹介になります。はい、こちらがですねウォークインクローゼットになっていまして、こちらもちょっとまた後でご説明させていただくんですけど、約3畳の大きさのウォークインクローゼットになっています。続いてこちらのご紹介です。はい、続いてですねこちらの空間ですね、ここ将来的に洗濯機を置くスペースになってるんですけど、外でご説明した外干しのウッドデッキのスペースのご紹介ですね。こちらからウッドデッキに出れまして、スクリーンこちらについていますので、外で干したい時なんかは布団とかそういったもの何でもいいんですけど、外で干すようなそんな動線になっています。一番のここの空間のこだわりポイントご紹介します。こちらがなんと回遊のできる洗面脱衣室、ウォークインクローゼット、廊下になってるんです。何がいいかって言いますと、洗面脱衣室で洋服を脱いでそれを洗濯機で洗って、ここのホスクリーンで干して干したものを畳んでしまって、であとはハンガーのままかけるものはこのウォークインクローゼットにかける、そんな収納スペース動線になってるんですね。本当に先ほどちょっと説明したカウンターの下の空間ですね、こういう棚がついていることでタオルを収納できたりだとか、あとはこちら生活必需品なんかをこちらに収納ができるスペースになっていて、これはもうお施主様が本当にこだわってこういう形にしたいっていう思いをですね、実際に設計の土屋であったり、あと工場のスタッフが頑張って作っていただいて、それが形になったものになってるんですね。もうめちゃくちゃかっこいいし、めちゃくちゃこだわりがある、そんなカウンターになっています。続いて2階のご紹介の前にこちらのご紹介をさせていただきます。開けるとですね、一番最初冒頭にご説明した土間収納からキッチンにつながってる、そんな動線のスペースになっています。こちらもめちゃくちゃ便利ですよね。それでは2階のご説明に行きたいと思います。いや、もうアイアンの手すりがかっこいいですね。続いてこちらのご紹介なんですけど、こちらはですねトイレになっています。で、1階でご紹介したペーパーホルダーとは色がまた違うんですね。この理由を隣の洗面をご紹介するときにご紹介いたします。こちらの洗面スペースですね、1階でまずはじめに奥様がこだわってご支給していただいた洗面の鏡とタオル掛けお話しさせていただいたと思うんですけど、2階はなんとご主人様のこだわりのこの鏡、ボックスとタオル掛けと照明、あとはこういった洗面ボールと水洗の全部をですね、ご主人様がこだわって考えていただいたスペースになっています。それに付随してトイレットペーパーホルダー、そちらもこだわっていただけたっていうような形になっております。続いてがですね、こちらの後ろのスペースにご紹介です。こちらが共有ホールっていう形になっているんですけど、こちらご主人様の書斎兼ワークスペースになっております。ぜひちょっと見ていただきたいところがありまして、こちらのカウンターが壁厚が若干違うんですね。ちょっと測ってみましょう、せっかくなので。こちらが37センチですね。続いてこちらが29センチになっています。こちらなんで壁の厚さが違うかって言いますと、書斎っていうお話をさせていただいたと思います。なのでこっち側には本をいっぱい置いたりとか収納できるスペースなっていまして、こっち側にですね本以外のいろいろ収納できるものを置いたりとか、あと一番下はですねルンバの秘密基地になっています。横側にコンセントがありますので、そちらに挿してルンバが戻ってくれる秘密基地になっています。で、あとこちらにもカウンターがあったりだとか、いろいろ本当ここだけでもこだわりがありまして、もう一つですねこだわりがございます。こちらの壁面、窓ガラスがここだけなんですね。外観でちょっとご紹介した時にすごくスッキリして見えたと思うんです。それがですねポイントとすると、窓がたくさんないのでよりシンプルにスッキリしたデザインになっている。なので窓1個しか設けてない、そういったこだわりがございます。あとはですね、ここのスペースで言うとやっぱり大きい吹き抜け、本当に大きいのでめちゃくちゃ広く感じられると思います。もしかしたら自然とかそういうのが好きな方にとっては、より自分の気持ちを落ち着けられる場所としていい空間になっているのかもしれませんね。で、なんといってもあとはシーリングファン、いろんなところで黒色をポイントポイントで入れてあげているので、お家自体のまとまりがすごくしっかりされています。
こういったこだわりもやっぱり一つ一つが家の形になっているんだなっていうのをすごく再認識できるお家になっています。こちらも教育ホールになってるんですけど、将来的にですね、お子様が2人できた時、もう一つの子供部屋として使えるお部屋になっています。今のところ奥様がここでヨガをやったりとかストレッチをやったり、こちらにプロジェクターを置いて夜映画を見たりだとか、ちょっとしたご夫婦の楽しみの空間として今使っていただくっていうお話をいただきました。続きまして、こちらのお部屋はですね、子供部屋になっております。こちらの収納スペースちょっと見ていただきたいんですけど、あえてドアを設けていないので、もしかしたらお子様が綺麗に片付けなきゃっていう意識になったりだとか、そういう工夫がされているのかもしれません。もしよかったらぜひご参考にしていただければと思います。ちなみにこちらの子供部屋の大きさですね、5.25 畳の大きさになっています。かなり十分な大きさになっているかなと思っています。じゃあ次のお部屋のご紹介になります。はい、次のお部屋はですね、こちら主寝室になっております。こちらの主寝室もですね、射天井になっているのでかなり広々とした空間になっていますし、この南面に大きな滑り出しの窓がついていたりだとか、こんなお部屋で寝たいですね。こちらの空間がご夫婦専用のウォークインクローゼットになっていまして、ここが約 2.5 畳の大きさのウォークインクローゼットです。1階にもあれだけ大きいウォークインクローゼットがあって、ご夫婦の部屋にもこれだけしっかりしたウォークインクローゼットがあるので、収納スペースとしてはかなり充実しているんじゃないかなと思ってます。今回の動画いかがだったでしょうか。共働きのご夫婦がだらだら過ごしながら綺麗に暮らしたいを実現したお家、ぜひグッドボタンと高評価よろしくお願いいたします。冒頭に縁側のご説明させていただいたんですけど、ちょっと楽しい使い方してみたいなということで、こんなものをご用意してみました。じゃん、ドラゴンフルーツです。今日ですね、これをお世様から許可をいただいてますので食べてみたいと思います。いただきます。これ剥けないですよ。いや、すごい、初めて食べる。うお、すごい、なんだこれ。じゃあぜひいただいてみます。うん、美味しいです。集合体恐怖症の方すいません。ぜひ皆さんも食べてみてください。バイバイ。